秀吉の策により織田軍は不落と言われた稲葉山城を陥落させた。さらに信長は一挙に天下を統一せんと越前朝倉家へと攻め入る。だが浅井長政が盟約を破り背後から織田に迫った。この危機に秀吉は自らしんがりを買って出た。世の中やっぱ出世なんさ、侍も民も夢も全部そっからじゃ。第2話、金ヶ崎撤退戦。おもれ天下を見せてやるんじゃ。秀吉、信長のしんがり引き受けたって？まあよ、浅井長政の裏切りで信長様は絶体絶命。ここで見事大軍を防ぎ切ったらわしの出世は。なるほど、私の出世をお約束くださいってわけだ。よくやるぜ。それだけでもねえがよ、負け戦で割り食うのは下っ端、訳も分からず引っ張られてきた民だ。偉いお方は自分ばっかが大事でのう。わしゃその辺なんとかしたかったんさ。だから孫一、わしに命預けてくれや。男のために死ぬのは絶対ごめんだ。だからこの戦場絶対生き残ってやるぜ、お前と一緒にな。その話私も乗せてもらおう。家康、あんた偉いお方が貴殿らの思うものばかりでないことを見ていただこう。このしんがりで秀吉の名世にとどろかせるんじゃ。まずは敵をここまで誘い出してくれ。最下衆を潜ませて踏ませてやるぜ、鉛の雨を。待ってたぜ、最下手、お客さんを歓迎してやれ。家康殿に合流するんじゃ。南へ向かうで。喧嘩取るだ。なあ孫一、気に入らない。弱さも許すし、踏みにじって喜ぶ。そうかもな。こりゃ違うさ、あん人は強さにも同じ目さ。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。お見事な出番でございます。喧嘩取るだ。お見事なお出番。遅れは取りません。家康殿がいなかったら一
とたまりもの。天下取るだ。信長様とは違う恐ろしさ。お見事な腕前。天下取るだ。このままでは信長に追いつけぬ。進め。私はお兄様とお話ししたい。お話ししたいで。天下取るだ。刑事の戦、どくとご覧あれ。敵将、討ち取ったり。俺たちものんびりしてられねえぜ。あんた。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。かわいい顔して聞こえる。敵将、天下取るだ。強すぎるよ。幽霊死んだよ。してられねえぜ。やるねえ。争いはこのまぬが致し方あるまい。天下取るだ。なぜその力を争いにしか使わない。天下取るだ。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。天下取るだ。いい腕してるみたいだな。天下取るだ。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。天下取るだ。いい腕してるみたいだな。敵将、討ち取ったり。俺たちのんびりしてられねえぜ。よっしゃ。ここまで来りゃ大丈夫かな。安心するのはまだ早い。秀吉、京へ急ぐ。楽しかったな。またこんな戦をしようぜ。わしは遠慮しとくわ。このまま天下へ成り上がるぞ。